スコット・マクネリ、スコット・マクネリはアメリカ合衆国の実業家。米山マイクロシステムズ社の共同設立者の一人、インディアナ州コロンバスに生まれる。父はアメリカン・モーターズ社の経営幹部を務めた。医者を志してハーバード大学医学部に入学するが後に経済学部へ変更。1976年に経済学士号を取得。 ロックウェルインターナショナルに工場の現場主任として2年間勤務した後、スタンフォード大学経営大学院に入学し、1980年に経営学修士号を取得。卒業後科学製造会社 FMC 社に入社し、M2 ブラッドリー不評を先頭者の製造に携わる。1981年には小規模コンピュータ、製造会社オニキスシステムズ社で、 製造管理者の職を得る。1982年に、ビノット・コースラ、ビル・ジョイ、アンディ・ベクトル・シャイムラと共にンマイクロシステムズを設立した。1984年12月に、コースラから最高経営責任者職を引き継ぎ、22年の間、同職を務め上げる。マクネリは、OS、マイクロプロセッサをすべて自社で開発する方針を打ち出し、 また、ネットワークこそがコンピュータというモッドを掲げ、早くからコンピュータのネットワーク化を進めてきた。2006年4月に最高経営責任者職をジョナサン・シュワルツに譲った。既婚で4人の息子がいる。趣味はアイスホッケーとゴルフ。ありがとうございます。